最近ですね、プリンの方をですね、作っているんですけれども、今練習中になりまして、何回か作っているんですけれども、そのうちのですね、何回か分ちょっと写真に撮ってますので、紹介していこうかなと思います。まずこちらですね、できたところですけれども、まあまあ柔らかかったんですけれども、もうちょっと柔らかさですね、えー、とろっとした柔らかさあると、よりうまくできたかなという感じで、まだ、うん、この段階ではですね、まあまあまあという感じですね。 あとカラメルの部分なんですけれども焦がし具合がですね足りないので結構ですねただ甘いなっていう感じになってしまうのでもうちょっと香ばしいですね香りとですねつけれるように長めにですね焦がしある程度焦がして色をしっかりですねつけた状態でやりたいなといったこの時点では反省でした作るときなんですけれども、えー プリン用のですね、あのカップあると思うんですけどもああいうものを使わないで湯飲み茶碗とかですね、マグカップに入れて、えー、作っています温め方ですけれどもオーブンレンジを使ってます150度でだいいたですね、30分とか40分ですね目安に作っています蒸し器があればですね、蒸し器を使ってですねやることもできるので硬さですね調整しながらまあ20分ぐらいですね目安にしながら あの見て作るとといいいかなと思います材料なんですけれども後でちょっと概要欄の方に書いておこうと思います、えー、と一応ですね紹介しますと卵は2個で全卵で使っていますあとですねプリンのこの液の方ですねこちらに入れる方の、えー、砂糖の分量が 30g 牛乳が 200ml ということですカラメルの方はですね、えー、砂糖 20g とですね まあ3 0ムでもいいと思いますけれども、まあ、2 0ムか3 0ムにしてですねであと小さじ1杯ぐらいのですね水でこうガーッと温めてそれであの色づきですねあ,のある程度カラメルのほル色ついたらそのあと追加でですねちょっとだけ大さじ1ぐらいの水ですね追加して、えー、溶かすという感じでやってますそれと ちょっと忘れてたんですけれども今回作った時ですねちょっと牛乳がですね少し足りなかったので豆乳をですね、えー、少し加えてですね豆乳と牛乳のミックスで作ってありますはいそれで次にですねこれが別の時にまた練習で作ったプリンになりますこちらの方がですね写真で見てわかるようにまずカラメルの色ですねちょっと強めにですね火入れましたので 色がですね、前よりも濃くなっていると思います、まあ、色づきはですねまあまあきれいでいいかなと思うんですけれども食べてみるとちょっとですね苦味が足りないなっていう感じだったのでもう少しですねこれよりも色をつけてしっかりとですねあの焦がすっていう感じでやった方がいいかなと思いましたで火の通りもですねまあまあ良くて柔らかさもですね程よくあって若干こう固めのしっかりとした感じもありつつっていう感じで美味しかったです この時はですね確かオーブンで、えー、前回の作った時のようにオーブンのプレートに、えー、お湯を張ってで4つぐらいですね湯のみを並べてプリンを作ったって感じなんですけれども温度が150度でだいたい30分か35分ぐらいやったと思いますはいそしてですねこうちょっとですね半分切ってみたような感じなんですけれどもこの中の部分がですね艶があってプルッとしていてですねすごくいい具合に仕上がっています 使った材料もですね前回とほぼ同じような感じで牛乳が 200ml に、えー、とちょっとですね牛乳温めた時にですね少し温めすぎたなって感じがあったので追加でですねあの冷ますのに牛乳をちょっとだけ気持ち多めに入れて作っています牛乳ですね目安は 200ml ぐらいだと思うんですけれどもちょっと多くてもですね全然個人的にはですね問題ないなという感じですね 230ml とか それれぐらい入れてもですね卵のサイズはですね S サイズぐらいだと思いました L とか LL サイズの大きいものを使ってですねあのプリン作ってみたこともあるんですけれどもちょっとですね卵の分量が多いと固まり具合がですね少し強くなるかなという印象があるのでまあ、普通サイズのですね M とかその辺の卵をですね2個用意する分量ぐらいでいいと思います。 まだですね、練習中ですので、これからですね、他の抹茶の部分とかですね、抹茶入れて作ったりもしてますので、その動画ですね、えー、ちょっと紹介しようかなと思いますので、あと、ウォーターオーブンレンジの方でですね、今、挑戦してまして、ちょっと硬さがですねあの長、時間の長さでだいぶ違う感じがあるので、ある程度ですね、あの途中経過とかですね、 ちょっとこういう感じで、あのー、動画アップしていこうと思いますのでまた今度ですねプリンの紹介ですねしていこうと思います最後にですね簡単に作り方だけ紹介するとまずですね卵2個割ってボウルでこう攪拌してそこにですね 30g の砂糖を入れますで砂糖を入れて で牛乳をですね程よく温めてあの沸騰しないようにですね温めておいてその牛乳をですねた卵とその砂糖を溶かした中に入れますはい、でこれでプリンのですね、液は完成しますでその次に 20g または 30g のですね、砂糖をですねフライパンの上にのせてで、小さじ1ぐらいの水を、えー、砂糖にですねかけて火を通してお好みの 感じですねお好みの感じで焦がして色付けしてですねカラメル完成させてある程度ですね色をついたら最後に大さじ1ぐらいですかねはいまあ、適当でいいと思うんですけどもそれぐらいちャっと、えー、水入れるとですねだいいたあのー、砂糖の感じがちょっとトロっとしますのでそしたらですね湯飲みの方にしたのにそれをですね入れましてでその後に、えー、液をですね湯飲みの中に入れて完成なんですけれども えー、結構ですね泡立っていることがありますのでプリンの液の方ですねその場合は細かめのザルでですねこしておくとですね泡が切れますで最後にですね、えー、仕上げに泡がちょっと上の方ですねちょっと残っている場合ありますのでそういうものはですね、えー、ライターなんかで火,火をですねこう当てると泡がなくなりますのでそういう感じで調整すると作りやすいです、はい、あとはオーブンでですね、まあ、150度で30分から40分ぐらい目安に 焼くとですねさっき言った通り、えー、天板の方にですね、えー、お湯を張っておきますはいでそういう感じであとを出してみて固まり具合が足りなければ追加でちょっと焼いてみるとかそういう感じでやるとですねいいかなと思いますので、はい、プリンとても簡単にできますので作ってみてください